はい、こんにちは、てっちゃんです。ドラクエタクトやっていきましょう。本日よりギルド大会が始まっております。予選ですね。第1試合となります。本日私対戦いただく方はこちらの方になります。対戦よろしくお願いします。まあちょっと見ていきましょうか。で、今週、1週間かけて試している電電流、これを採用しておりますけどね。で、まあこの配置か、この配置だとそこまでうまくいかないかな。落とされてしまう、さすがに。1,2,3 よっしゃ、引っ張りたいな。で、この辺は出番ないかもしれん。これさ、なんか覚えてないか、よかった。で、これは覚えてないね。 OK OK、 ちょっと待ってよ、見ようか。 1,2,3,4 ね。はい、1大丈夫、2大丈夫、3大丈夫、4は牽制を受けようか。これはね、で、あとは返していくって感じになると思いますが、どうしていく。状態維持もちょっと狙いながらいきたいんで、 1,2,3,4 届かないね。勇者にしか届かないね。うん、っていう感じで、あとどこに出てくるかなんだよね。ちょっとこの障害物の関係でどこに出てくるかちょっと読めない。ここ1番、ここで2番が内側に入るんじゃない。ここのここか、このここね。で、ピサロッチがこの間、さらにで、この勇者はここだね、間違いなく。で、勇者から落としていきたいのは落としていきたいんですよ。で、この辺が1,2,3、混乱の息が入らないな。バタフライはどう、混乱の息ね。いけそうだな、いけそう。混乱2枚とか使っていきたいんだよな。勇者が混乱、あー、どうなんだろうね。なんか勇者危ないか、意外と。剣戦か、受けるのは剣戦なんで、こうする。デインは、あ、デイン OK だっけ、この子も OK だっけ。デイン、デイン、あ、違うよね。なんでこの子はデイン OK なんで、この子で受けるか。デイン剣戦だもんね。うん、で、勇者が突っ込んでいける。1,2,3、ここか。だから ここでエターナルとかぶち込めばいいんじゃない。エターナルぶち込んでサラサラやっ、ちょっとね、ダメージ入れたいのは入れたいんだけどな。大丈夫だね、当たってない。あとはもう動きで配置見て対応していくしかないな、これ。そんな感じでは行きます。あ、ちょっとサロ役立つ、ここにいて役立つ。ここでしょ、ここの L 字な。それも場所取りちょっと気をつけながら行きましょうか。うまく取りたいね。ピサロはここだもんな。神竜は結構ありそうか。1,2,3、下から打ちたいな。下からブレスだな、神竜に関してはね。よし、じゃあ行きますよ。ちょっと緊張するな。ちょっと配置、どうだ、行くしかない。はい、下に、あー、まっすぐ下じゃん、まっすぐ下じゃん。これ、うーあれ、ちょっと待って、等倍じゃなかったっけ。休み、うわ、よく取られんな、この休み。バタフライ回れるな。回ってもらっていくか。オーロラッチ。いやー、これグレーナルも厳しいな。勇者もちょっと硬そうな感じもしますね、これね。L 字魔剣。あー、ピサロまで無理だしな、しかもな。これどうしようかな。こっち狙うか。こうなったら
これ今回でしょ、次エターナル、打ち込むでしょ、1、2、3上がってエターナル、で不調天雷か、不死鳥天雷打てるでしょ、不死鳥天雷打って不死鳥天雷打って、プサロ、エルジマ剣か、これもう一個出れないか、天雷どっからだ、こっから打つんだから、こっからは入るか、これで打つか、これで打ってピサロが上がってエルジマ剣のエターナル、これは、勇者残す戦法だね、これはです、行こう、あとタップちゃんとしないとダメかな、また変にバックステップとかされちゃったら嫌だから、 OK ナイス、でピサロッチ、あれちょっと勘違いしちゃった、なんか勘違いしちゃった、あーちょっとグレーなら届かないじゃん、うわー勘違いしちゃった、うわーこれ勇者、でも次勇者上回れるかな、グレーナラより525、ちょっとこれはどうなりますこれは、これしかないよね、ここしかない、こっち側から打つか、こっち側から打ってバタフライ 1,2,3,4 サイドに寄って、うわーこれ大丈夫か、いや電電流さ、これもここか、ダメだったな、これこっちか、こっち側から回ろう、いや大丈夫かこれ、電電流頼むってマジ、ここで引くそれ、よしよしよし、バタフライ耐えろバタフライ耐えろ、耐えてくんなかった、しゃあないな、これ神竜上がる、上がる、いや悲しいな、OK というわけでありがとうございました、一落ちですね、悔しい。